はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルービッシュです。では三国志 13PK ですね、英傑伝道卓の章ですね、続きをやっていきたいと思います。もう残るは信用にこもる提言を打つだけなので、一気に踏み潰しましょうということで軍を派遣していきましょう。まずは課題から22,500、洛陽からも出しましょう。洛陽からは任せな、11,000、ちょっと数は少ないかな。で、高陵から13,500、長安から22,700、他出せるところはないかな。もう万全を期したいっていう、ただただそれだけですね。そうしましょう。相当いたぞ。こんな案、うってつけのものが。許そう。こうしては許そう。許そう。申し上げば許そう。いやはや良き日和で構わん。そうしたら満を持して出兵していきましょう。まあ相手には呂布がいるはずですからね、まあそう簡単にはいかないだろうな。報告します。許そう。報告します。浜は報告します。許そう。ほっ、許そう。道卓が急いで進軍しちゃったけど、行くぞ。さあここでみんな士気が回復していくはずだよね。と思ったけど、なんか思ったより回復してる感はない。そしたら一気に不信を攻めましょう。敵の軍勢が整う前。かしこまりました。かしこまりました。ちょっとね、軍勢の士気があまりよろしくはないといえばよろしくないですけど、ま、数を頼みに踏み潰しましょう。かしこまりました。
かったぜ。超分炎オストール、わかったぜ。お任せください。わかったぜ。お任せを。一切承知。わかったぜ。さあ、うまく呂布を。避けて通りたいとこですね。城の城門の防御力もまだまだ高いしね。縄文がやっぱり思ったより硬いね。援軍が到着はしてくれたけど硬い。全軍勝つべくして勝つのだ。全然硬いで。お任せよ。行くぞ。これで中に入り込んだぞ。はしごがあるとやっぱ楽だね。かしこまった。皆の者、あとはここで威風采配を発動だ。はしごがあるね。ちゃんと壊されそうになってるけど壊された。さあ、まずは呂布を討ち取りましょう。
よし。皆の者、ここで止まるのか。俺、今こそ決戦の時。さあ、行きましょう。いや、さすが呂布だな。全然減らない。むしろこっちが減らされてる。よし、やっと城門突破したか。一気火星に突っ込め。一切承知。踏みつぶし、蹂躙せい。まだ城門突破してないね。西からの軍は。お任せあれ。両方戦を恐れよ。お任せを。みんな一気に勝負を決めようぞ。いやー、呂布ほんと強いな。ここまで来てもまだ崩れないですよね、呂布は。さあ、銅鐸自らとどめを刺しに行きましょう。そしたら、どのどのわしに続け。足を引っ張り寄って。課題あたりから王妃とかこのあたりを移動させましょう。ごめん。お、呂布だ。なんと。ありがたく。おお、ありがたい。天下無双の分お見せしよう。結構ロマンチストだな、このゲーム上での銅鐸は。なんかもっとシュチュニクリンを好む感じですけどね。月をめでる。
はい、というわけで永訣伝の外伝ですね、共有焦点、今回は前回長くなってしまったので、まあ、続きということで、まあ、その2という形でお届けをさせていただきました、いかがでしたでしょうか、次回はですね、ちょっとね呂布で不甲斐ない結果になってしまったので、ダウンロードシナリオか何かね、配信されているものでちょっとね汚名返上挽回をしていきたいなというふうに思っていますので、ぜひぜひ皆さんにはお付き合いをいただければ嬉しいなと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。